んにちは、あゆみです。僕の強みはクッキーランで毎日投稿を続けられることです。というわけで、トリュフ味で6億点です。ビレッジでは誰でも6億出せると言ってる人がいましたが、そうだとしてもその選定を考えるのは割と大変なのです。でも今回は特に工夫されてない。トリュフ味は大ポーション3個目の手前で倒れるので、バトン後はポーション4個目まで取れる人参を採用。ドラフルが大ポーション2個でラスト発動できるクッキーですが、3個目の直前にバトンしないと4個目まで届かないので、ここはおじいちゃんに頑張ってもらいます。しかし加点だらけなのでおじいちゃんとも相性はいい感じです。さてこのトリュフ味ですが、大ポーション3個目行く前に単体で4億点出せるので、バトン後でもっと点出せる場所ならもっとスコア出そうな気もする。けどそもそもビレッジが点出やすいからうむ。でトリュフはアイルが好きなクッキーとしても有名ですが、パンケーキだとわざとさ、みたいに好きなポイントを一言で表せなかったんですよね。で今日どうして好きなんだろって考えてると、ママにだと気づいたんだよね。トリュフはお母さんだった。そういえば最近逃げてたチャンピオンリーグに潜ってますが、名前に様子でとかつけてるくせに6億出せなくて恥ずかしい。ほんと速度アップの妨害苦手すぎて死亡。無事死亡。100個目で無事死亡の解説が丁寧だったの思い出した。グーチクの意味を教えてください。目覚めのことです。グーグーを蓄える。ポケモンの蓄えるって技タビパで使ったことないんだけど、てか昔はポケモンデータ消した何周もやってた。なんであんな何周もできてたんだろ。サファイアをずっとやってたんだよね。いつからかエメラルドになってたけど、レッグーザ捕まえられたこと1回しかないよ。最近のポケモンだと過去の伝説ポケモンにみんな捕まえられるんでしょ。かくいう自分のラティオス個体値厳選とかしてたよ。ゴブイメガ風鈴も自分で作って、生徒に潜ったら5連敗したからやめたよ。もう少しテンポ良かったらハマってたかも。何も考えないから時間あり余ってた。でもああいうゲームは考えるようになったら面白いんだろうね。麻雀もあっという間に時間過ぎるし、ジャンタマしてるけど1年間同じランクにいる。集中できてる時は五分五分なんだけど、なんか集中してない時あって、考えてる気になってても危険行為しちゃうんだよね。危険配適当に切っちゃうんだけど、麻雀以外で例えると路地からの飛び出しだよね。車捨てたら死亡だよ。そういえば今日車の夢を見たよ。めっちゃ急ブレーキしてた。それで近くのコンビニ避難してたら、男性アイドルグッズが売られてて地毛だらけだった。それで起きたんだけど、最近6時くらいに起きるんだけど、深夜の2時とかかと思って二度寝しようとするんだよね。それでも眠れなくて仕方なく目開けて時計見たら6時でやったーってなる。6時まで眠れることなんて稀だからね。アイルの睡眠は3時間程度か12時間程度かなんだよね。でも最近寝すぎることなくなったね。冬だからなのかな。でも夏は寝すぎてたし関係ないかも。でも寝てる時ちょっと寒い感じあるかも。睡眠はほんと気を使った方がいいよね。逆に言えば睡眠を大事にできてない人は自分を大事にできてないよね。でも自分も寝すぎちゃう頃とかは寝すぎないようにわざと寝にくい椅子とかで寝てた。目覚ましかけろって思うかもだけど、寝てる時歌詞状態だから聞こえないんだよね。それは冗談だけど歌詞状態ってすごいよね。人間の体どうなっとるにゃって感じ。人間の不思議は盛りだくさんなんだよね。わからないことだらけのこの世界だよ。その過程をずっと見てみたいものってあるよね。自分は室内で精子がどうやって受精するのか知りたい。あれ否認してても場合によってはするらしいじゃん。それで受精したものがどうやって人の形になっていくのか知りたい。あとあれって母親の体外で育てることって無理なのかな。母親の体で育たなくても子供は子供だと思うし、個人的に妊婦さんの膨らんだお腹見ると怖いと感じる。っていうのは単純に針刺けそうって思うからなんだけど、あれ針刺したら水出てくるのかな。いけない妄想してる。いけない対応。自分ももう同級生が結婚妊娠出産してる年になったけど、自分も養われる側として結婚したい。お金持ちの人結婚しましょう。デリカシーのない旦那を持つと苦労するらしいけど頑張ろう。家族への配慮は何よりも大事だよね。家族なら建前とかはなくしたいけど、それも人それぞれだろうし、一番身近にある人間関係だからね。自分は家族相手にすらビクビクしちゃって何も成長してないけど、普通は家族相手に人間関係のコツを掴んでいくんじゃないかな。だから年上とは話せる人がいたり、兄弟いる人はコネ力あったりするんじゃないかな。でも兄弟って男も女も臭いだけだからね。思春期の家は地獄だよ。部活帰りの匂いが充満してる。あれは地獄だったね。まあ今も風呂入らずにあんに臭いぞって言われてるんだけど、風呂に入ってから膝にカサカサできたし、入る気余計になくなった。感染じゃなさそうだけどどうなんだろう。広がりを見せることはないし、痛みも痒みもないし、気軽に病院に行ける世の中でよかった。行かないけど、社会的に環境が整ってることと個人個人が行けるかどうかは別問題。保健所の親に逃げられてるし、親と話したくないから行けない。子供みたいなこと言うなペチン。家庭内暴力の実態されてないけどね。のし